始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タルマ工場のアンデーです。今回も目指せスプラスへの道やっていきたいと思います。それでは最初のコースどうぞ。来ました、カースドキーサバイバル。うわ、わかった、鍵を取り合うコースだ。なるほどね。いや絶対そう。あ、違う、純粋なバトルコースだ。じゃあちょっとまた始まるまでカットします。あ、よろしくお願いします。始まりました。俺はお、なんだ、あれ違う、またこれだ。え、なんだ、街危ない。なにこれ、何してん、あ、耐久しろってこと、あ、もしかしてそういうこと。いいぜ、お前が俺を襲ってくるのなら俺がお前をかわすだけ。来いよ来いよ仮面。あの爆弾が爆発瞬間に俺の勝ちだ。よし、一人脱落しましたね。お、あ、なるほどね、ここで三人の決戦になるわけだ。さあ、よーし、熱い。さあ、誰が生き残るかな。俺たち通称鍵持ち三兄弟。呪いの鍵を、あれ、呪いの鍵ないってことは、ってことは今つまり俺は無敵である。襲われる可能性がないですね。で最後の方に奪う。俺に鍵をよこせ。よし、あ、鍵をください。よーし、熱い。待て、よし、マリオ、やれ、くそ、惜しい。いや、いい戦いしてんな。でも、そろそろな気がする。そろそろ鍵を奪うことに専念します。取れない。いや、まだダメだ。落ち着いて、オッケー、ナイス。冷静かつ沈着。さあ、鍵、あ、オッケー、もうすぐ最後だ。止めん。来ました。ハニーヒルス。うわ、蜂蜜の昼、丘、うわ、なにそんな幸せな、プーさんいたら大喜びみたいなコース。うわ、これ戦闘突き抜けで、うわ、クソ持たれた。いや、もうしょうがない。熱い。さあ、かあ、いや、行くしかないな。ここからよ。一回死ぬことは正直わか、おんぷね。一回死ぬのは正直わかってたことだから。まあ、ここから安定した立ち回りを、いかに冷静にやっていくことができるか。まあ、それが、この勝負を、逃げる鍵になってくると思います。なんとかキノピコに追いつかなければいけないと。落ち着いて。オッケー、ナイス落ち着け。さあ、こっから。さあ、二人のあれがなくなった。あ、裏土管。いや、でも、そんなに距離は離れてない。いや、中間取って、いや、ファイヤーは取らない。ここは取らないを選択したのは、やはり、いかにも、ここで取ることによって、俺はプレイに支障が出ると感じました。やっぱ死と隣り合わせのこの感覚を忘れちゃいけないと思う。もう死んだら俺の負け。激アツな展開。それさえあれば、俺はいくらでも、死んだー。おい、みんなまだワンチャンある。あれ、なんでいるのみんな。俺のことを待っててくれたのか。あ、待って、俺このステージやったことあるな。なんかこのパワーブロックを何かに使う。あ、なるほどね、そこで投げて。おい、さあ、誰がこの土管に一番に入るかな。さあ、キノピコはどのタイミングで投げるのか。そしてキノ、あい、投げた、ミスった。いや、もう行こう。さあ、レイジ、今しかないよ。使うなら今しかないよ。さあ、どうするんだい。レイジ。さあ、い、オッケー、来た、うまい。頭を借りて、突き上げることによって、レイジの膠着時間を狙った、ファインプレイ。待って、お願いだ、待ってくれ。来ました、ビルバスタードゥーンズって書いてありましたよね。なんだビルバスタードゥーンズって。いや、俺こういう系はね、得意な気がする。ワン、修行の成果を見せるとき、ラッキー、これが修行の成果、出ました。なんでもない、ほら、こういうことなんですよ。来ました、ミンバと指が痛くなるまで連打だ。来ました、連打級のバトルコース。これだけは俺はバトルコースの中で唯一の勝つ可能性があるコースなんで、頑張っていきたいと思います。じゃあちょっとまた始まるまでカット。来た、始まった、赤土管のルイージです。なるほどね。ジャンピングアウェイ、ジャンピングアウェイ、来た、来た、頑張って。舐めてもらっちゃ困る。引け、俺の、あ、ジャンプしやがる。俺の親指がなくなろうと関係ねえ。この速さ、ここだけに生きる意味がある。頼む、またこれだ。はい、少女、絶妙な少女で、確実に差を縮められていない。悔しいです、悔しいところではあるが、でもまだ可能性するではないことを俺は信じてる。
いやでもこれしゃがみ意味があるのかないのかって言われたら多分ないです。ありがとうございます。入ろう入ろう入ろう。オッケーオッケー。さあ次は、次は、あ負けた。来ました、スピードラン。シンプルイズベストのコースが来ましたね。いやバトルです。あ、いやでもパッと見なんか難しいスピランではない。本当にスピードに乗って走れってだけの気がする。頼め、くそー、嘘だ。よし、そのジャンプは、いやー待って、つけ来たー、どーす。ありがとうございます、ありがとうございました。今日はここで終わりにさせていただきたいと思います。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が面白いと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に、Twitter と TikTok のリンクの方も貼ってますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう！バイバーイ！